タクゲーよっ、ナイス。ドランク動画の鈴木拓です。ディレクターの方です。はい、今回はモンハンライズ。なるほど、来ましたね。来ましたね。いや、はい、僕イメージはタクさんはやっぱモンハンのイメージ強いんですよ。はい、僕はモンハンよくやってましたからね。やってましたよね。はい、アンガールズの田中とロバートの山本と3人でみんなでやってましたよ。あ、そうなんですね。はい、田中が危ないっていう時ね、はい、そのそばで俺があの肉を食べたりするんですよ。肉焼いたりね。したら田中がすげえブチ切れて本当に俺を蹴っ飛ばすという。レベル上げがないとか結構、はい、衝撃的でしたね。衝撃でしたよね。とにかく運よく勝てて、はい、装備はあのね、相手の皮剥いだら自分の体にはっつけるという発想。はい、あの発想、私利私欲に走ったこのモンハンですね。はいはい、好きですよ。いや、確かに俺ゲームで初めてです。この、どっかでイベントあるから、はい、行くっていうのはもうモンハンだけです。なんか渋谷のヒカリエでなんかイベントがあって、それをみんなで行くっていうのはもうこのモンハンだけですね、生涯。6月の末にサンブレイク。そうですね、その前にこれをちょろっとやっとこうじゃないかと。それの時のためにちょっとかじってやってるぞっていうことを、はい、アピールする。我々のチャンネルでも少しアピールしておこうと。そうですね。ちなみに今ハンターランク、はい、ハンターランクは、もう222。はい、だいぶやってますね。やってます。ライズやってます。結構やってますね。主なんちゃら重大事変シリーズが結構むずいって結構上がってて、はいはい、めちゃくちゃむずいです。ちょろっと触れるだけでゴーンって減れますから。ちょっと一個いってみます。じゃあゾンビ装備に変えていいですか。はい、結局ね、モンハンにもゾンビ装備あるんですよ。でもみんなそこまで紹介してないですよ。なぜならダセーから、死ぬ前提で行くやつ。ちょっと紹介します。はい、もうここにねバゼルとかいろいろあるんですけど、これ522、高いですね。はい、こういう風なセットとなってるんですけど何せこの見たことないですわ、はい、これクシャルの恩恵、はい、これがね、これ見てください。これ3なのでレベル3、さらに自動回復がゲージの最大値まで継続するっていう。普通だったら赤いところで止まるでしょ。はい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 、全部戻るんです。すご、はい、これでちょっと行こうじゃないかと。で、ジンオーガ行くので、ジンオーガのこの銃持っててもしょうがないので、はい、こいつに変えます。はい、これですね。はい、気が重い。50分で倒せるのかな。下手したら1時間はかかりますよ。3回死んだら、はい、スッと終わりますけど行きましょう。あ、その時はその時。はい、ちなみにこの装備でこう戦いに行ったらもう一発で死にますんで、はい、申し訳ないですけど、しっかりと鳥もう見えてますけどね、右奥に。はいはい、しっかり取って、はい、ゲージを上げてから行くと。そうです、大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫、もうこれぐらいで戦えるかな。はい、もう怒ってもうバレましたね。出れますよ。だからね、反動も広いんですよ。これがね当たるんですよ。もう体が避けちゃいますけどねちょっと待ってください。とにかくね、これね、離れたらこうゆっくりかわして、刺激で終わりますからね、こいつ。この時は前。これ俺自動でやってるんですけど、皆さん、あ、自動じゃない、手動でやってるけど、ああ、足に当たった。あー、やばい、すごい、はい、一発で。ちょっと待ってください、飲みますんでね。行くから行くから行くから、
あぶ、降りてきた。これがね、あの今回のあのあれがね、3つ登りたい、上に。よし、体が避けちゃうっていうね上がってこい、上がってこい。そう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 、そうですね、ちょっと狭いですからね。はい、落ちた。すぐ落ちるな、ほんとに。危ねえよ、危ねえよ。まあそっち側から行くとね。これね、ここ一個教えますと、こいつら階段降りるのすげえ遅いんですよ、はい、で人間がこれも行きますけど、あのジャンプに当たるだけで半分以上減りますんで、これゆっくり降りてください追いかけていくと、はい、追いかけていって急んでね、追いかけていくともうとんでもないことになる、ね、これがね、あの3つ目の端っこのやつ当たっちゃうんですよ。本当は後ろに下がった方がいいんですよ、はい、あの攻撃の時はね。はいはい、近づいてるとまだ3番と分かれる前に当たってますね、はいはい、今あの電気のやつが溜まってないからいいですけど、はい、これ電気のやつ溜まってくるととんでもない攻撃してくる時なんですよ。3回連続攻撃して、はい、それはもう必ず当たりますんで、はい、これがね、避けるのギリギリでしょ、はい、だから本当は回避距離とかついてないと。そうなんですよ。で回避距離をどうしてもつけなきゃもう死んじまうと思って、はい、2つなんとか。でもその代わりに僕用度ついちゃいましたから、はい、すげえ狙われるよねっつって。いや、めっちゃドキドキしてる。これね、引きつけて引きつけて、この時は遠く離れてたら横で、いやでもこれ強いっすわ、はい、こいつも弱点背中かな。あ、来た、バゼルギウス。ちょっとね、これをちょっとね、来た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 、乗らしてくれ乗らしてくれ。まずこの総流ですね、はい、ちなみにこいつは乗れないので、神王川、はい、主は乗れません、はい、はい、で攻撃したらすぐ B で後ろ下がりましょう。で、あとは A の連打です。そんでこうなったら X と A で大技いきます、これで、はい、素晴らしい。でその間もう自分はいきますんで、これで。あとは準備しなきゃいけないんですけど、ちょっとね、バカ間違えちゃうんですよね、僕はこのボタンをこれがね、避けるのはね、失敗すると早いとこうなっちゃうんですよね。もっと引きつけて、ちょっと待ってください。魚食いて、魚食いて。ちょっと魚食った時のスピード見てもらいたいです。ダメだ。でも、もう戻ってるんでしょ。見ました？はい。いや、これすごい自動回転、はい。これがすごいんですよ。これね、ギリでこう横に動いてあれすれば、恐るに足りん、恐ろしいすぐかい、あー、やっちゃった。この距離感も大切なんですよね、はい、あ、猫ちゃんがなんかやってくれてる。見ててください、どんどん増えてきますから。あー、これめっちゃすごい、はい、落ち着いてねこれ離れましょう。危ない、怖いよ。ほんとごめんなさいね、もうあんまり喋る余裕がなくなるわこれはい、離れて離れて、危ない
あの行き過ぎて出ろって当たっちゃうんですよね。はい、はい、ところでも、はい、やばい場合はねちょっとねこう戻り玉に合わせといて、やばい場合は、はい、一撃食らったも多し、これ本気で怒ってないからいいんですよまだ、はい、本気で怒った時の攻撃力はね、よくぞまああそこまでボコボコにされといて逃がすかって俺のキャラクターは言うなって本当に思うんですよ。あんなにボコボコにされてんのにフグ、フグやってもらった。フグの方行きましょう。ほら白いフグ上げとってくれてますか。はい、その間猫ちゃんちょっとあんまり行っちゃダメよ。これあの攻撃3回続くんですよね、はい、本気で一番怒ってると。こいつお、ナルガ来るが来たかな。やべ、ナルガ来ましたね。頼む、ナルガちゃん、なんてタイミングがいいんだ本当に。よしよしよし、乗らせて乗らせて。ちょっとね、スケベですけどね、ごめんね。よしよしスケベですけど、てれやてれバカ野郎本当に。はいはい、で B で離れて攻撃で B で離れます。で A で攻撃、 A で攻撃で B で離れて、 B でいいよ離れて、もう一度 B で A で攻撃ですね。でその後お尻ビタンです。はい、これでもう来ましたよ。もうこの間本当は自分の装備もいろいろ用意したいんですけどね。いいですね。はい、可愛いですねこの寝転がってる時の陣王が、あの後ろでこう転がってる、はい、背中で、はい、怖っ。ちょっとね怖いからあんまり近づいてもね。よしよしよし、なんとかなりそうですね結構立ち回り全然良くないですか。立ち回れてますもんね、はい、はい。さっきのマガイのあの恥ずかしいやつよりは全然バレるかな、バレるとこいつら急に来たりするからな、まあ、ここは来ないでしょうけどね。あ、違う、ほら俺もう間違えるんですよいつも。こうね、ごめんなさいね、ほんと地味な作業しちゃってあそこにもありますね、しっかりゲージ上げて。はい、間違えちゃうんですこれ。あっぷんね、よく見とこ、あーやっちゃった、よく見とこうと思ったら、あっぷね、体動いてる、ほらすーげえ怖い。ちょっとやめてよ、見えないんですよここ木が。見てくださいこのゾンビ装備、すごい自動回復本当に、はい、初めてです俺こんなに守備に振った装備。あー、これ絶対当たっちゃうんだよな。でこの後に3回攻撃だとガンガン来るんで、いや怖い、いや難しい、これか、いやーこれで死ぬんだ、これで死にます。すげえな、本当に悲しいよ本当に。ほぼもうノーミスでいかないとダメなんですね。そうなんですよ、あと息子が言ってたんですけど
手も弱点だっつってましたね。あ、はい、赤く光るんですけど、いやこれが早いんだよ、思ったよりも毎回。まだ大丈夫だなと思ったら、ごめんなさいね、本当に興奮して。これが当たっちゃう。よし、この距離なら大丈夫。もうずっと体動いてますからね、俺。いやさあ、バカ、当たんないよそれ。当たっちゃってなんかくるってなるよ。早くない？動きが。いきなり。ただあの神王がすごい攻撃した後、越に入ります。あー危ない、危ない。なんだよこいつ。ほんとこれ一人でやるようなやつじゃないんですって。あぶね、あれこの宙に浮いたやつの最高3回攻撃あるんですけど、それがもうやばいです。これ当たっちゃうんですよね。もうちょっと早めなんだな、タイミング。頼む、くしゃる。このね、次のこのタイミングで、ほら当たってる。余計あんない。危ない、ちょっと待って、危ない、ちょっと待って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 、ごめんごめんごめん、ブラーもうやだー、逃げてんですから俺。あぶね、いやもう今20分ぐらいですね。そうですね、このブヤー固まった。さっきからはあの遠いやつにずっとやられるな。これね、早めに動いておかないと。よかった、あいつらだ、あいつらだってのも失礼だけど。ちょっと待って、いいっすよ、もう集中して、はい、ちょっと頼むよ。飯食いましたっけ俺。食ってます、食ってます。よしよし、これ早め、オッケー、怖い。うわっ。なんで食らったんだ今の。うわ、 V 破壊も無理でしたね。いや強い、めっちゃ強いですこれ。いやだだった。いやでもなんか挑戦してったら、はい、そうですけど、そう、あとは問題は50分でその体力的に削り切れるかどうかとかですよね。そうですね。でももうそのモンハンを、はい、鈴木拓やってるんだっていうのは、はい、結構伝わったと思います。あ、そうですか、はい、そうですね。あのゾンビ装備ねやってる人もいますけど、うん、あんまりみんな火力ばっかりいくので、こういうやつもありますよ。面白いですね、はい、最低ですけどね。あいつのんだよってこういう戦いなんだ、はい、で、あれ雑魚にゾンビ装備で普段やってない武器でいくとめっちゃ楽しいです。死なない、あ、はいはい、死ぬわけがないですし、はい、あとはもうボッコボコでずっとやってますから、もう食らおうが、はい、食らってもほんのちょっとですぐボワーッと戻るんです、はい。